がリアクターの稼働に干渉。ここは綾さん、大丈夫ですか？綾さん、未来くん、私たち、どうなったの？おい、ここどこだよ。わかりません。とにかくこの辺りを調べてみましょう。くそ、どうなってんだ。ダメだ、携帯も繋がらねえ。未来くん、大丈夫？はい。ぐずぐずすんな、置いてくぞ。分かってる、嫌なやつ。うわあ、なんだこりゃ。街が The Ultras and the Absolutians. We must prevent this war from escalating. They continue to grow in strength, but any potential threat must be eliminated. There's no time to waste. All that stands in the kingdom's way shall fall before my blade. The kingdom. They're our greatest threat yet. Can we beat them? But I know them. My friends will never give up hope. Let's go, everyone! Game on! In the name of galactic peace, we'll do everything to stop you! The survival of our race is on the line. We cannot back down. I'm going to enjoy myself. There is no light or darkness! I will stop you! A miracle fusion! Ultra amazing! I shall still strike him down. Let's survive this and achieve victory. Execute you here myself! I'm Grandmaster of the Cosmo Beast style. Ultraman Regulus! Ultra Galaxy Fight! The Destined Crossroad. Who dares? Hey, don't forget about us. これ、どういうこと？終わりだ。もう終わりだ。
放したんです、ヒルカワさん。まだわかんないのか。この国は怪獣や宇宙人にぶち壊されたんだ。いや、日本だけじゃないぞ。俺たちが気絶してる間に世界中が滅んじまったのかもしれない。待ってください、こんなことありえない。何するの。こいつのせいだ。ガイズが直しねえか地球を滅んだ。全部貴様の責任だ。やめて、未来君はさっきの戦いでボロボロなの。うっせえ、わけわかんねえこと言ってんじゃねえ。役立たずか。なんだよおい、ガイズが一般市民に手を挙げんのか。え、僕はあなたと争うつもりなんてありません。だったらなんだよその目は。やめなさい。どこ行くんですか。一人で行くのは危険です。うっせえ、お前らと一緒だって助かる保証でもあんのか。待つな。未来君しっかり。怪我人は足手まといや。俺は一人でも生き残ってやる。人間とは身勝手な生き物だ。ヤプール。おい、あんたどっから来た。黙ってないで教えてくれよ。どっか安全な場所あんのか。あるなら俺も一緒に連れ立ってくれよ。こんな下等な人間どもお前は守ってきたのだ、ウルトラマンメビウス。やめろヤプール。どうだテッペ、エンジン停止の原因は脊柱の影響に間違いありません。何か対策は。ガンスピーダーを飛ばせます。アイオニックモーターはフィールドの干渉を受けずに済んだようです。なら攻撃できるの。よし行こうぜアミゴ。待ってください、ガンスピーダーの並走で脊柱の破壊は不可能です。じゃあどうすりゃいいんだ。できるわ。今誰かの声が教えてくれた、脊柱を破壊できるって。声、呆れたやつだ。あんなひどい仕打ちを受けまだ人間のために戦うのか。僕は人間が好きだ、守ってみせる。ほう。おいお前、命が惜しいか。だったらチャンスをやろう。この銃であの男を撃て。そうしたらお前の命だけは助けてやろう。本当ですか。約束しよう。悪く思わない。撃つなら私から撃って。どうしたの。早く撃ちなさいよ。やめるんだ、アヤさん。ミラミ君。でも、アヤさん。てめえら、そんなに死んでるのか。人間のプライド捨てて生き残るより、よっぽどマシよ。ふざけんな。なんだ今の。それが人間の本性だ。そんな奴をまだ守ろうというのか。意地を張るな。素直に言えばいい。人間に失望したと。どうだ、我々ヤプールと手を組まんか。人間を守る義務などお前にはないのだ。つまり誰かの声が
干渉フィールドの放射ポイントを教えてくれた。そういうことですよね。ギリギリまで石柱に接近して撃てば干渉フィールドを止められるって。幻聴じゃないよな。違うわ、はっきり感じたの。声の主は私たちの味方よ。さあ答えてもらおうか。我々と手を組むと。断る。僕は戦う。大切な人たちを救ってみせる。未来君。それが答えか。ならばゲームは終わりだ。ここで死ぬがいい。メビウス。メビウス、まだ気づかない。貴様は罠にはまったな。ガイズと分断されたお前はいつも通りには戦える。それが最大の弱点でもある。お前はガイズのサポートなしではまともに戦えない。無力なウルトラマンなのだよ。貴様には何も守れん。悔しがり絶望しろ。セレクト起動。レザー輝け、フラッシュデッカー。ウルトラマンデッカー毎週土曜朝9時放送中。石柱の用心棒ってわけか。だったら抜き去るだけだ。敵のゴールまで突っ走るぞ。頼んだわよ、アミーゴ。お前の相手は俺だ。
最後まで諦めるな。お前の負けだ。一人では何も守れない無力なウルトラマンや。ヤプールの言う通り、一人きりの僕には何も守れない。アヤさんの命も。お前は一人じゃないぞ、メビウス。エース兄さん。たとえ離れていてもお前には感じられるはずだ。勝利を信じて戦っている仲間たちの姿は、かつて俺も大切な仲間と別れた。共に苦しみ、笑い、戦った人と。彼女は自分の使命を終えた時、同胞たちが待つ場所へと帰っていった。知っています。その人は月の人間だったんですね。俺は一人きりになった。だが俺は戦えた。離れ離れになっても彼女の意志が俺の中にいたからだ。たちは変わらず一緒に戦っている。そう実感できたからだ。離れていても一緒に。タテメビウス、仲間たちの思いとともにヤプールを倒せ。明滅する突起物がある。それが干渉フィールドの放射中枢だ。ジョージ、石柱の右側面に回り込んで。ジージ、
てるはずは。俺が倒れても偉大なる皇帝に仕えた四天王はまだ三人残っている。偉大なる皇帝。破滅の未来で待っているぞ。倒れた。次は俺の出番だ。すでにデスラムが向かった。何だと。アヤさん、しっかり。ちゃんと見てたよ、君の活躍。ここはどこだ。帰ってこれたんです、元の世界に。助かったのか。え、生きてる、生きてる、生きてるぞ。よかったですね、ヒルカーさん。俺は見たぞ、お前の正体は。え、黙ってるつもりはないからな。未来、優しさを失わないでくれ。弱い者をいたわり、互いに助け合い、どこの国の人たちとも友達になろうとする気持ちを失わないでくれ。たとえその気持ちが何百回裏切られようと。それが私の変わらぬ願いだ。誠司さん、優子。本当にお久しぶり。ああ。もし私が月の人間じゃなくてずっと地球にいられたら、誠司さんと一緒にこんな風に年を重ねていたのかもしれない。でも後悔はしていません。さっき誠司さんが言ってくれたように、私も誠司さんをずっと近くに感じていたから。優子、君に助けられたね。僕はあなたのナイトですから。ありがとう。こちら未来。よ、未来。今から全員地球に帰還する。 GIG。おや、この中の何名かはチャンネル登録がまだのようだな。登録をしてもらえれば最新情報をお届けするぞ。さあ、ここをタップだ。頼んだぞ。